はい。まあ、でもまた帰ってきますもん。まあ、はい。原子力空母の定期修理に伴って排出された放射性廃棄物の排出です。エイドメモアールでは、日本の港ではアメリカの艦船は修理をしない、そして船の外に放射性廃棄物は出さない、こうしたとても重要な約束が書かれています。この約束を無視してアメリカ海軍はレーガンから放射性廃棄物を排出しようとしています。アメリカの原子力艦が入港する、時にですね、これ1960年代ですけれども、いくつかの約束をアメリカ政府は日本政府に対してしたんですね。で、例えば日本の港では修理はしない、あるいは日本の港に停泊中には放射性廃棄物を船の外には出さない、これかなり重要な約束ですよね。で、僕らはとにかく約束は守れと。市民にとっての安全というものはどれほどその守られているのかということをやっぱり監視するということもあります。3.11 の事故以来、いろいろと規制委員会などは出していますけれども、あるいは横須賀市などが、避難基準などを作ってますけどが、果たしてそれで本当に原子力空母の、事故があった場合、市民が守られるのかどうか、これも非常に疑問な点がありますね。これは全く情報ないです。はい、ただ一般的にはですね、手袋とか作業で出たウエストはそういうものだというふうに言ってますけど、それだけだとは思いません。要するに原子力空母がここに母港化されている以上、米軍としてもまあやらざるを得ないということだと思うんですよね。それをやらないで運用するためには、やはり母港化じゃなくて本国において、メンテナンスをやる以外ないわけですね。やっぱり軍事的な利益はやはりここに母港化されることによってさまざまな軍事的な利益があるわけで、彼らはそちらを選ぶわけですね。その事故とか市民に対する影響よりもね。